というのでですね、よろしければこの3パターン、はい、試してみてください。テニス能力別上達方法。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回なんですけども、その能力的なもの、まあ、いわゆるそのテニスやっ てもセンスとかね、センスがあるセンスがないとか、まあ、感覚いい感覚が悪い、まあ、両方センスなんですよね。そのいうのは運動能力を含めて、はい、タイプ別で上達していく取り組み方についてお話しさせてあげたいと思います。で、そもそも、まあ、これは僕20年間コーチさせていただいてて、まあ、いろんなことを見ていっていただいて、やっぱりストイックな人ほど、なんだろうな、自分には才能がないとか思いがちだったりとか、意外とあとはそうじゃない人に限ってなんかやたら自分がうまいって勘違いしてしまったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、要は自分はどのタイプに分類されるのかなっていうのを俯瞰しながら取り組んでいく。だからこのタイプの人はこういうふうにしていくといいですよ、こういうふうにしていきがちだけどこれはやめましょうよっていうのを、まあ、あくまで僕の経験上の、はい、考察というか、はい、感覚でお伝えしていきたいと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ですね、1万人目指してますので、ちょっとでもよかったらチャンネル登録、お友達にもご紹介お願いいたします。まあ、その大きく分けると、運動能力がね、高いとかセンスがいいとかそうでないって分かれるんですけども、まあ、最後が一番意外かな、まあ、大きく3つに分けてお話していくんですけども、まあ自分が該当すると思うのプラス周りから評価されているのをミックスしてどれに当てはまるかっていうのをね、ちょっと感じていただいて取り組んでいただけるかといいかと思います。はい、よろしくお願いします。まず一番初めくるのは、そもそも運動能力がね、なくてテニスが下手でっていう人ですね。はい、のご安心ください。このパターンの人の方が意外と多いと思います。でテニス始められるのって、大きく分けると2パターン。一生懸命取り組んでた人って、取り組む人って学生時代ほとんど部活やらないとか、努力とか根性とか嫌いとか、もうそんなに真面目に部活もやったことないし帰宅部だったとかね、他に習い事してたって方が多いんですね。なのでのなんだろう、別に自分が下手だからって悩むことはないと思います。逆にそういう方の方が部活の余計なね、苦しいのとか、なんかよくわかんない理不尽と言いながらね、社会の役に立つなんてね、全く意味のない、経験がない分だけ自分に向けて一生懸命取り組めると思うので、まあ、テニスがそんなにね、上手くないと思っても、全然大丈夫だと思います。で、あと逆にいろんなスポーツそこそこできるんだけど、意外とテニスは難しいって思ってる人とか、で、まあ、ごめんなさい、話戻ります。そもそも下手だった場合って、まあ、どういうのかというと、もちろんやっぱ地道にも努力をする。だから一番大事なのって、下手な人が成功するパターン、テニスがそのセンスがないって言われながら成功するパターンっていうのは、コンスタントに続けること。例えば週1で決めたら週1、週2で決めたら週2、どんなことがあってもずっとね、そこにこう向けて、はい、歩んでいくっていうのが一番大事になってきます。だからそもそもその何だろうな、取り組み姿勢がしっかりしている、あとはコーチに言われたアドバイスに対してずっとこう真摯に受け止めながら、まあ、いわゆるちょっと愚直にというか、一生懸命努力をすることをですね、怠らなければ、そもそも上手じゃない人は絶対に上達します。で、ありがちなのが、ちょっとでもこうね、早く上達レベルを上げたいっていうので、上手い人の真似をしていけるんですね。上手い人の真似っていうのは要領だけ。じゃ例えばよくあるのがね、じゃジョコビッチ、ナダル、フェデラーとかのプロの選手がやってるトレーニング、そのトレーニング自体はいいんですけども、今の自分の、例えばジュニアでもそうだし大人でもそうですけど、やっぱ今の自分のレベルに合ってるトレーニングなのかどうか、ね、単純な動きすらできない人が、ね、複雑なトレーニングをいきなりしたからといって、テニスがうまく湧くでもないですし、そしたら腕立て腹筋とかね、普通のスクワットとかをしていった方が良かったりもしますし、だから自分がある程度上手じゃない、なかなか人よりも人がじゃあね、1言ったら10できることは、自分は100言われても1できないという方は、やっぱその地道な努力、あとは自分に合ったペース、あとは自分に合った取り組み方をしていく、ね、ちょっとこううまくいってる人の話を聞いたりするのはいいんですけども、そもそもの、ね、今の自分を見据えられなくて、いきなりこう背伸びしちゃうっていうのは
まあ、良くないから意識の上で行きたいっていうのはいいんですけどね。だからそういうのを地道に取り組める人は確実に成功します。で、2つ目、センスのある人。で、これね、一番タチ悪いというか、のテニスってラケットスポーツで、で、運動能力高くてテニスやってる仲間もいるんですけど、やっぱり一番言うのは、ある程度まで感覚でできちゃうと。でもある程度まで感覚でできてしまうんですけども、ごまかせる部分がたくさん出てくる。例えば、試合ですぐ勝てる人って足が速い人とか、とにかくつなげていく。強いボール打たなくても勝ててしまう。でそれが身についていくと、ある一定のレベルを超えたら勝てなかったりもしますし。で、運動能力が高い人ですね。で、運動能力高い人は、できれば細かいところを掘り下げてて、ただ強いボールが打てるって言った時でも、その強いボールってどういう状況に打て時打てるのか、あとはもっと効率の良いスイングはないのかとか、効率の良い動きはないのかとか、そういうのをこう分解していかれていいですね。まあ代表的な例で言ったら、足が速い人もそうだし、別に空振りとか全然しない人、ボールにラケット面には全然当たりますよって人、そういう人で多分普通のテニススクールもそうですし、普通のなんだレクリエーション的な、ちょっと試合とかをやってたりしてたとしても、多分ポイント取れちゃったりするんですね、簡単に。運動能力高いから、ちょっとラケット振ってても真ん中には当たるからボーンってで言っていくと、それが癖になっていくと、次のレベルってどんどん上がっていくときに、その適当にやっててうまくいってた感覚が足を引っ張ることがあります。なので逆にセンスのある方は、より自分が例えば周りから見たらすごいいいショットだし、もう憧れられてる、すごいね、強いですね、ね、テニスうまいですねって言われるかもしれないですけど、その時に大事なのって細かく、例えば私はこのボレーをすると、どうだな、ローボレーに入るときだけこうヘッドを下げて打ってしまうと。そしたらそのまま立てたまま自分が低い姿勢で入る。あとはボレーね、こうスイングしちゃって打っちゃうけども、握る動作に戻るとか、ピンポイントに細かく分けていった方が、絶対的に際限なく上達します。特にセンスのある方で、あとはコンスタントにやっていかれる方の方が多いと思うので、だからコンスタントにやってる分だけ細かくですね、自分の技術をこう細分化というか分けて考えて、パフォーマンスがより上がる、ね、100打ってるのがもう80とか70でこう同じクオリティのボールが打てるようにしていくと、よりシンプルにしていくことで、さらにこう際限なくいきますので、運動能力でごまかしている部分を細かく分けていってあげると、いいと思います。で、最後なんですけど、これね、最近気づいたんですよ、本当に。意外と気がつかないんですけれども、そういう人ってあんまりガツガツしてないというか、他人に興味がなかったりとか、周りと自分を比べることすら日常生活でしていない、別にその比べる中に置かれてもそこまでの相手にしないというか、別に意識がいかない方が多くて、これね、僕すごい思うんですよ。コーチしててもなんていうのかな、器用貧乏とかじゃないんですよ。ちょっと他のスポーツをバッティングしてじゃなくて、結構実はやった分だけ、もしくはそれ以上の能力が反映されてるけども、あまりにも競争心がないためにその才能が発揮してるのに気づいてない人、これね、結構多いと思うんですよ。例えばスピンかけてね、下から前にスイングしてて、最後ヘッド加速してちょっと打ちますよとかね、オープンスタンスこう打ちますよ、ボレーこうしますよって言って、やっぱりこう反復練習あるじゃないですかね、基本で反復練習ね、ショットの繰り返しで上達していくんですけど、それをこう普通のある上で一定のレベルの上達する時間だって、その上達する時間よりも早く身についてくるんですよ。でもあんまりこう競争心もないし、向上心がないわけではないと思うんですけども、いう人がいるんですよ。で、意外とそういう方って練習をちゃんと真面目にやると上達するんですよ。ただこれが何が難しいかというと、本人はそこまで競争心もなくて、ある程度楽しみながらやってるから、あんまりこうストイックではないんですね。週に2回できればそれでいい、週に1回ちょっとできればいいって。なんで、だからこういう場合は周りが気づかせてあげるっていうのも大事だし、なんとなくうまくいってて楽しいなと思い始めたら自分自身で追求していくっていうのが大事になってきます。これね、
できる人できない人の中間点にいるんですよ。でだからできない部類にはカテゴライズされないんだけど、できるめちゃくちゃできる部類にもなんない。だから比較的できる部類になっちゃうんです。だからそういう人って結構ね、積み重ねてたり繰り返してたりすると案外ですね。で、まあ、昭和の考え方的にね、闘争心っていうのがね、相手に対してね、なんか自分を鼓舞するのが一番って言われるんですけど、そういうタイプの人はそうじゃないんですよね。だから自分に投影する。だから自分自身のクオリティを上げていくことで自然とこうパフォーマンスも上がってくるし、上達していくと。だから例えばよくあるんですけど、まあ本ね、習い事習ってて、まあ、ジュニアの子だ、ジュニアの子ね、こうなんだろうな、例えば受験ね、中学生受験だから、まあとかね、あと他のなんか部活があったからってなるんですけど、続けていくことで確実に上達しますし、大人でもまあいろんな誘いがあって、まあまあいろんなスポーツやってますってなって、まあそんなにこうね、別にプロ目指すわけでもないし、ガツガツねするのもなっていう方でも、やっぱコンサート積み重ねていくと技術力が確実に上がるので、技術力が確実に上がるってことは、お疲れ様でした絶対上達するんですよ。だからこの自分のポジションを履き違えないっていうのは大事です。で最後にお話ししたやつって特に大事だと思いますし、周りの人はそれをこう気づかせてあげる、例えばジュニアの子とかね、あと仲間内でこう、ね、一生懸命やってる人とかのいる中にいたら、ちょっと気づかせてあげたりとか、こう連れ出してあげて取り組んでいくのもいいんじゃないかなと思います。だこの3パターンですね、大きく分けるとどれに分類されるかっていうのを、はい、ぜひ。ちなみに私はそもそも下手でした。もうバックハンド打った時、お前センスないからやめろって先輩にめっちゃバカにされましたけどね。なのでね、そんな僕はね、常に誰かに評価されるだろうと思って頑張ったけど、そのなかなかうまくないので気づいたんですね。自分ってそんなに上手じゃないってことに。だから地道に取り組む、ね、決められたルーティンワークでしっかりやってるっていうのを心がけました。でなんとかテニスコーチになりましたというのでですね、よろしければこの3パターン、はい、試してみてください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。